ったね。走ってくると思いますんで、なんかちょっと巨漢なデブが巨漢のデブ、2回同じこと言ったかもしれませんけど、巨漢のデブが走ってきて急にドッタドッタ戦っていますので、はい、大丈夫です。まだ彼は30いくつぐらいです。いくつでしたっけ？35歳ぐらいです。全然まだまだあのデブ汁発しながらバンバン叩けるタイプなんで、やっとトイレから戻ってきた方があなた待ちで始めさせていただきます。山田君、私が真っ月の真音階でございます。を眺めてみましょう。遠いところのアイスモーテルラブコの星空、少し汚れがついている雲だがらす指でなぞっていたずらが気をした。それが何なのかさえ分かっちゃいない。下手な落書きやっぱ照れくさくて手のひらで書き消した。太陽は空になって光を与えてくれるんだから、あの空に向かって投げた言葉は今も落ちてこない。そりゃ何もかも変わらないまま大人になってゆく。さよならいつか別れの日が来るから、愛を込めようだから永遠に続くよ。 Just forever ラララララ君に会いたいから。オンギター見てるだろう。ジーパンに汚れを拭い取って手のひら上にかざすんだ baby。 太陽は夜空にだって光を与えてくれるんだから、空に向かって投げた言葉は今も落ちてこない。そりゃ何もかも変わらないまま大人になってゆく。さよならいつか別れの日が来るから、愛を共有だから永遠に続くよ。 Just forever。 あの空に向かって投げた言葉は今も落ちてこない。そりゃ何もかも変わらないまま大人になってゆく。さよならいつか別れの日が来るから、愛を共有だから永遠に続くよ。Just forever.